2006年、クリチバ。同地の第一レースで2006年唯一の勝利を挙げたジョルディジェネは、スペインカタルーニャ州サバデル出身のカーレースドライバーである。現在、世界ツーリングカー選手権にセアトチームから参戦している。名前は日本ではスペイン語の発音から、ホルディヘネと呼ばれる場合も多い。会一ドライバー、マルクジェネの実刑である。 1986年にスペインカート選手権を制し、四輪レースにステップアップ。すぐさま頭角を表し、1987年にはスペイン国内のワンメイクレースであるフィアットルノ選手権。翌1988年にはフォーミュラフォードのスペイン国内選手権を制した。1989年にはイギリスに移り、フォーミュラフォードのイギリス選手権を戦い、 同年のフォーミュラフォードフェスティバルでは4位を獲得した。翌年はイギリス解散へとステップアップし、2年目の1991年はラルト・ホンダを買ってランキング4位で終えた。この年は初開催となるマルボロ・マスターズ、年末にはマカオグランプリ、インターナショナル解散リーグなどの国際レースにも出場し、富士スピードウェイで行われたインター F3 リーグでは、 デビット・クルサードを破って優勝した。マールボロの支援により、パシフィックレーシングのシートを得て、1992年は国際会0戦に参戦した。レーナード、無限を買ってシルバーストーンで開催された開幕戦をデビュー戦優勝で飾り、シーズン自体もランキング5位で終えた。翌年はエイドリアン・カンポスにより構想された、スペインの F1 チーム発足計画。 ブラボ海一に関わった。この計画は、数台の車シシーを製造する程度には進展したものの、結果的に実ることはなく、ジェネは1993年には F3000 へと復帰することとなった。所属したトム・ウォーキン賞ーレーシングジュニアチームの戦闘力ははかばかしくなく、わずかなポイントを獲得するに止まったが、ここでチームオーナーであるトム・ウォーキン賞と地域を得たことにより、 1994年には国際会3000に参戦する傍ら、会1のベネトンチームでテストをする機会に恵まれた。会1のシートを得ることができなかったジェネは、1995年にスペインツーリングカー選手権への参戦を開始した。初年度の1995年は、オペルワークスチームのドライバーとして、オペルベクトラを借り、ランキング2位を得、 翌年はアウディに席を移し5勝を上げ選手権タイトルを獲得した。同選手権には1997年まで参戦したが、1998年にマヌエル・サントス・マルコスの招きに応じて、レーシングカーではなく、レーシングトラックによる選手権であるヨーロッパトラックレーシングカップへと参戦の舞台を移すという珍しい選択をした。2年間にわたって参戦したものの、 さしたる結果を上げることもなく、2000年には、レーシングカーによるレースへと戻ることとなり、結果的に無意に時を過ごすこととなった。2000年は、ルマン24時間レース、スペイン国内の GT 選手権に参戦、2001年には、ヨーロッパ国内の各種の耐久レースに参戦し、ルマン24時間レースでは、前年と同じくレーナード VW を買って、 クラス優勝を果たし、総合順位でも5位という記録を残した。2001年末に開催されたバルセロナ24時間レースでツーリングカーに復帰し、この時はフォルクスワーゲンゴルフを買った。これらの結果により、イタリア人の元ツーリングカードライバーで、当時はヨーロッパツーリングカー選手権で BMW チームイタリア、スペインを率いていた。 ロベルトラバーリアの目に留まり、2002年はイタックに参戦し、BMW320i を買ってランキング8位を獲得した。BMW はアルファロメオと共に、当時の同選手権に君臨する存在であったが、ジェネは2年目となる2003年はセアトに移籍した。移籍初年度は案の定低迷してランキングも17位に終わったが、翌2004年はチーム、 ドライバーともに奮起し、2回の表彰台を獲得し、年間ランキングも再び8位とした。この年は、スペインの GT 選手権においても、セアトチームに所属し、イタックと同じくセアトトレードを買って、ギネスビバンコストのコンビで年間チャンピオンに輝いた。イタック最後の年となった2004年はこの年に、投入されたセアトトレードクプラが、競争力を欠いたこともあって、 再び低迷を味わうが、2005年、同選手権から解組された、世界ツーリングカー選手権のヨーロッパ最終ラウンド、スペイン・バレンシアの第一レースで、念願の初優勝を手にした。2006年も、同チームから参戦し、この年に投入された、新車セアとレオンを買って、シーズン中盤に一勝を挙げた。ありがとうございます。